感動のシラザンフォール、シラザン50。さあ本日はポルシェ911GT3RS 試乗編ということで行ってみたいと思います。ラブカス TV 川口学です。もう先日内外装徹底チェックをお届けして、皆さんこの車の凄さを存分に感じていただけたかと思いますけれども、次は試乗編ということで行ってみたいと思います。武闘派をちょっと転がす楽しみみたいなのもありますからね。めちゃめちゃ気持ちいいです。さあ今ゲートブリッジを走ってますけれども、おっとうるさい、もう後ろからロードノイズとトランスミッションノイズとエンジンノイズが混然一体となってやってきます。そして硬い、結構引き締まった感じがですね強くて、これは相当にハードだぞというのはもう間違いないところですよね。今実際にこうして、はい、通常の道を走ってますけれども、相当ストロークも短いですしね、かなりですね車高も低いだろうなっていう感じの動きしてますね。ただそのストロークの動き自体はすごくしなやかではあります。ストロークの、量が少ないだけであって動き自体はしなやかです。とはいえ、まあ、走ってるとこんな感じでボディの上下動がですね皆さんにも伝わっているのではないかと思われますけれども、こんな感じでございます。相当にゆさゆさとしているのは間違いないところでございます。でこの911の GT3RS ですけれども、まあ非常にですね軽量で1450キロというですね、これほど装備がいろいろついていながらも1450キロですから、まあ、いかに軽いのかというところがお分かりになるかと思います。そしてここに GT3 よりもですねさらに研ぎ澄まされたパワーユニット、4リッターのフラット6 NA ですね、これを搭載していて、最高出力が525馬力、最大トルクが465ニュートンという、まあ、数字だけ見るとですねそれほどすごい数字ではないというか、まあ、NA エンジンですのでそんなにですねトルクもバカ太いというわけでもないですし、スーパースポーツとしてはむしろ物足りないぐらいかもしれないですけれども、なんといっても搭載されているこのボディがですね非常に軽量ですし、まあ、RS ですからレーシングスペシャル、まあ、レンスポルトですね、ですのでかなり磨きのかかったモデルではあります。まあ、実際にですね0100キロ加速これ 3.5 秒ということですね、相当速いですし、ただ最高速は296キロだったかな、まあ、これだけ空力ボディなのでドラッグが多くてですね最高速は伸びる方ではないというところですけれども、とはいえとはいえとはいえですよ、いやー公道初試乗、これを公道初試乗するっていうのもなかなかね面白いところですけれども、トラックで乗るべき車をですね、まあ、ナンバーもついてるわけですから、この公道で走ることの優越をですね皆さんにちょっとお届けしたいなというふうに思います。私はつい先日まで911の GT3 乗ってましたので、硬さには、まあ、ある程度慣れてるというところはあるものの、やっぱりね RS ですからね、さらに全然ハードですね。しかもこの車はバイアハパッケージが入ってますので、もう後ろにはですねカーボンのロールケージが入っていて、もう全然剛性感も違いますよね通常の GT3 とは。特に僕が乗ってた GT3 はクラブスポーツではなくてロールケージ入ってなかったですか ら、 だからそう考えるとボディ剛性はそれなりにですね、まあ、柔らかいとは言わないですけれども、そんなに硬くなってたわけではないので、その意味においてはですねこの RS は本当にカッチカチだなっていう感じがすごく伝わってきますね。そんな印象でございます。お前をローマが走ってる、かっこいい、いいなローマ、欲しいなローマも。いやいやでもねこうやって走ってるとそのハードさはもう他に形容するものがない、かっちりとしたもう甲冑のような感覚がですねありますよね。で、まあ、こうして乗ってると、まあ、この辺りのですね道はそんなに悪くない、新しいところも結構多いので、まあ、意外と乗れちゃうかなみたいなところがあって、まあ、これが恐ろしいところですよね911のね、はい。まあ、普段使いする人はいないと思いますけれども、こうやって乗ってるともう相当にですねやる気がもうみなぎってるなっていう感じがすごくあります。で今ノーマル状態で走ってる限りは、まあ、通常の911と同じですけれども、なるべくですねエンジン音もそんな響かせないようなですね状態で、走るということで、これをスポーツに、はい、しますと、これでですねだいぶ硬くなったなと思うのは、スポーツにするとシャシーがもうすでに
トラックになるわけですね。なのでシャシーは通常のスポーツとトラックしかないので、スポーツモードにするとシャシーはトラックになるというのに加えて、スポーツエグゾーストがですねオンになるということですね。おお、かなり素早いキックダウンとレスポンスが相当に上がるなっていう印象ですね。でさらにこの上にトラックがありますので、トラックにするともともと走行モードがトラックになるのと、エグゾーストはですね、そのまま継続、さらにエアロがですねダイナミックダウンフォースになるわけですね。でスポーツまでは通常のローダウンフォースなので、羽がですね、寝た状態だったんですけれども、これがですね立った状態になって、なおかつ状況に応じてですね可変で動くような、そんなですね仕組みになっております。すごいな。トラックにするとこのメーターの中のですね DRS、 このですね表示がですねなされるという感じですね。しかしハンドルもスイッチがいっぱいついてて、もうなんかわけわかん、そんな感じでございます。 そうか、この PSM の真ん中のボタンを押すと表示がこういう風に変わるわけで、そうか、サスペンションの減衰も変えられるのか。これでフロントとリアのリバウンドの状況とか、圧力レベルって多分減衰のことだと思うんですけれども、そういったところをこう変えられるようになっているというところですよね。これね、この辺りまで調整可能ということなのでしょう。はい、いやしかしこのそんな喋りをしながらもゆっさ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 されているのか、これが不思議でございます。あ、これでもトラックにするとめちゃめちゃやっぱり、おお、すげえなこれ。そうか、これでさらにリアのリバウンド硬くしたりとか、サーキットならではのセットがですね作れるというところですよね、きっとね、これね。はあ、なるほどね。ちなみにこれドライブモードをスポーツに変えると、あ、なるほど、 PSM はドライブモードのトラックのみで使用可能なんですね。あ、なるほど、もうわけわかんないです。へー、で細かく変えるにはこっちで変えなさいよっていう、そんなですね指示が出ております。そっか、トラックにすると ESC とかもね変わるわけですよね。オフになったりとかね、スポーツになったりとか、いろいろあるわけですね。はい、ちょっとダイナミックダウンフォースにしておこうかな。じゃあ、いや、こんな感じですごいです。ゆっさゆっさと来てるのがお分かりになるかと思います。すごいよね、このなんか有明付近でこのトラックの列の中に混じって走るこのレーシングカー、この凄さ。でもなんかいいですよね、 GT3 もそうだったんですけど、街中で乗る車じゃないだろうっていうのをあえてこの動かしてる感っていうのはすごく楽しい、面白いところはあって、そこはなんかね、自己満足をくすぐるところがちょっとあるなというのはいつも乗ってて思うところではありますけれども、いやね、でもすごいわこれは。本当にちょっと上がるなっていう感じで、普段使いでっていうか、買って乗りたいかって聞かれると、サーキットにね置いときたいなというふうに思いますけれども、普段こういったところで乗りたいかってなると、うーんっていうのがね本音ではありますけれども、ただ本当にたまにこういうところをスッて動かして満足したいななんていうね、贅沢な思いはですね出てくるかなというところではありますよね。これはサーキット楽しいだろうな、相当に。しかもね、マニュアルじゃなくて PDK ですからね、乗り心地さえ目をつぶれば、ね、車高さえ目をつぶれば普段乗りも別にできなくはないわけですからね。そこが911の恐ろしいところではありますけれども、にしても本当にね、これ豪気な車だわマジで、街中もね、普通に走ってる分にはまだ乗れますけれども、ちょっとペース上がってくると路面が荒れてたらボッコンボッコン飛びますよこれ。結構身構えるぐらいの感じが
場所によってはあるかもしれないですね。気をつけないで、俺あの普通の道でもボーンって飛んだりするかもしれない、そんなですね感じがあります。特に今スポーツにしたのでシャシーがトラックになってるので余計にそこはそういう感じなのかなっていうと思います。いやでもしびれるな、かっこいいよな、このなんか空間にとどまってること自体がもうすごく価値あるなって感じしますよね。本当にやっぱり GT3 とは、まあ、この辺り違って、まあ、この辺り多少違うっていうところありますけれども、やっぱりこのねかっちり感とかは全然違いますし、 GT3 のクラブスポーツであればですねロールケージも入ってるからまたちょっと違うと思いますけれども、いやこの街中でこの乗ってる感はたまらんな、たまらんです。決していいもんじゃないけれどもなかなかこれはたまらん体験ですね、そういう意味ではね。ふう、この信号待ち思わずふうと言ってしまうようなところはあるわけですね。動いてないとやっぱりこの車はふうってなりますね。すごい、トルクベクタリングの、そうか、かかり方も全部調整できるし、ESC の入り方もですね調整できる、トラコンももちろん調整できるっていう感じで、わーすげえな、フルで調整できるっていうことね。だからサーキットで走りのスタイルをこう変えて味わうっていうのもできるわけですよね、これでね。すげえかー、うわーすげえ強烈です。はあ、設定がもうすごい、もう細かすぎて、へえ、トラックのタイヤ圧にも変えられるんだ。このジョイントの乗り越しがすごい、今まだかつてないビタビタ感が出てますねこれ。しかもペースが上がってくるとなんかこう押さえつけられる感がすごいんだけど、ある意味拷問ですよこれね。なんかうわすごい入力が激しすぎる、すげえな、めちゃめちゃハード、いやこれはすごいよ本当に。さあでは首都高ちょっと試してみたいと思います。もう街中のこのハードな感じは十分に僕の体の動きから伝わってると思いますけれども、はい、今ですねスポーツモードにすると、ハードなのでかなり、走行モードはですねノーマルのまま、シャシーがスポーツなので、そうすると、まあ、まずは少しマシな乗り心地なので、その状態にしながらスポエグとエアロダイナミクスをダイナミックダウンフォースにしているという状況で行ってみたいと思います。もうすごい路面のザラザラがめっちゃ伝わってくるわこれ、相当すごいわ。さあ首都高をちょっと見てみたいと思います。もうね本来であれば、まあ、サーキットが本席でしょうけれども、今回はね公道初試乗ということでお届けしたいと思いますので、そのうちねサーキットも多分お届けできる機会があるかもしれないですし、ないかもしれないですし、わめちゃめちゃハードだわ。やっぱ公道だと写真トラックはかなり厳しいと思います。なので行動はシャシーはもうスポーツにしとくしかないと思います。まあね今日はねそんなに道が空いてるようじゃないから気持ちよく走るっていうのはねなかなかないと思いますけれども、いやー気持ちいいですね、ほんのつかの間ですけれども、このね感触を味わえるのがいいですよね。しかもあのスピードに関わらずこのテイストは味わえますから、4リッターのフラット6は本当気持ちいい、いつ乗っても気持ちいいし、マニュアルで乗ってももちろん気持ちいいですし、 PDK で乗っても気持ちいいですね。いや相当いいよねこれね、もうたまらない気持ちよさが存分に
感じられて、いやこれは本当にサーキットに行きたいし、もうねこれ乗るともう我慢してることの方が多いですけれども、でもまあまた街中で乗るこのね武闘派をちょっと転がす楽しみみたいなのもありますからね、そういう意味ではなかなかに価値はありますね。これはすごいな。本当でも車が軽々と動く感じがありますね。そこを痛感するところでございます。渋滞の似合わない車ですね。このねちょっとしたこの低速の中でのギクシャク感がまたスポーツモデルだなっていう感じがしますよね。でもねやっぱ PDK で2ペダルだからこの辺りが全然ねムズがあることなくいけるのがいいですよね。本当に今微低速でこう走ってるような状況ですけれども、それも全然いとわずにいけちゃいますからね。まあ、僕はあの GT3 マニュアルで乗ってたんで、マニュアルだとやっぱりこういう時きついなって思ってましたけれども、PDK だとやっぱねここも全然気にならないところがねすごいですよね。ちょっとギクシャクはしてますけれども、まあ全然気にならんぞというところではあって、そこはすごくいい部分なのかなというふうに思います。ちなみにこの低速で走ってると、あのトランスミッションの音とか、あの拾ってる石の音とか、そのあたりはかなりあの入ってきてますね。ガシャガシャした感じがあのすごくあります。まあ、このメカメカしさも、ね、またいいですよね。めちゃめちゃ気持ちいいです。いやーたまらないですね。やっぱりね本当にあのアクセルを3分の1ぐらいしかけてないのに今みたいな感じでですね行けてしまうというのがすごいところかと思います。いやこれは驚きの一台でございました。はい、もうこれは富士まで行ってね行き帰りも気持ちいいし、富士で最高速味わってみたいな、そんなですね楽しみ方をしてみたい一台でございます。いやー最高、もうほんとねすごいです。びっくりしました。はい、というわけで今回はポルシェ 911GT3RS 試乗編ということで乗ってきましたけれども、いやーこれはまあ乗る前から分かってたとはいえですね、あのサーキットでね走るべき車だっていうのはねもう分かってたとはいえ、公道で乗った時のこのダイレクト感、まあ、むしろ公道だからこそサーキットよりもワイルドなところがですねこう感じられたのかなというところがあって、これはねちょっとぜひね機会があれば乗ってみたいですね。サーキットねどんな感じなのか相当いい車であることは間違いないわけですけれども、でまあ実際今回ですね公道一番乗りということで初試乗してみましたけれども、まあこれをねあの公道で使うということはないとは思いますが、いや乗るとねすごいなっていうところがですねやっぱりある一台なのも間違いないですよね。かなりハードな一台でございます。しかし男のロマンが詰まった一台でございました。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカツ TV でやってほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカツ TV 川口真由美でした。いや豪気な車だわこれは。